クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん爆睡。夢見ーワールド大突撃、クレヨンしんちゃん爆睡。夢見ーワールド大突撃は、2016年4月16日に公開された、クレヨンしんちゃん劇場映画24作目。キャッチコピーは、寝ねば。目覚めよ、しんのすけ。この男、寝てても最強。オラが寝るから大丈夫。 年々 CG 技術などが進化していき、表現技法も増えてきたが、これにより生まれたキャラクターとの乖離が気になっていたという監督の高橋渡により、本作では、描線の歪みや背景美術を意図的に初期の作品へ引き戻す試みが行われている。そのため、前作、オラの引っ越し物語サボテン大襲撃などの作品と比較した場合、 お客さんにはなんだか適当な線に見えるかもしれませんと高橋はインタビューにて語っている。本作は映画シリーズで初めて夢を舞台としている。夢を舞台に据えるというアイデアは共同脚本を務めた劇団一人が自分は昔から夢に興味があり、その不思議な魅力に迫りたいという理由で提案したものである。春日部防衛隊と野原一家の両方が活躍する。 ストーリー構成となっており、前半は、カスカベ防衛隊、中盤は、野原和也、そして終盤は、カスカベ防衛隊とミサエが、メインの作品となっている。また、ゲストヒロインが、新之助好みの大人の女性ではなく、年が近い幼稚園の友達となっている。監督は前作、オラの引っ越し物語サボ天大襲撃の監督を、務めた、橋本昭和から、第22作。 ガチンコ。逆襲のロボトーちゃんの監督を務め、テレビシリーズの演出、絵コンテも務める高橋渡るにサイドバトンタッチ。脚本は、高橋とお笑い芸人としては、初の劇団一人との共同執筆で、劇団一人は、ファンも多い作品ですから、プレッシャーも大きかったですが、世界観を壊さないように、かといって、今までと同じにならないよう、 スタッフの方々と何度も打ち合わせを繰り返し、7、8ヶ月ほどかけて、遂行を重ねましたと明かしている。また、監督が脚本を執筆するのは、第16作、超嵐を呼ぶ金穂の勇者の本郷光以来、8年ぶりで、あり、高橋が、クレヨンしんちゃんの脚本に関わるのは、テレビシリーズを含め今作が、初となる。キャラクターデザインは、テレビ、 映画シリーズに作画監督、原画で携わってきたハリカナヤヒデオが初登板し、単独で務めている。長年担当してきた原勝則以降と末吉雄一郎以降の二人は、今作では作画監督と原画を担当している。また、原が担当していた創作画監督も、今作からハリガネ屋が担当することとなったため、キャラクターの作画も前作までとは異なっている。 また、新麺やテレビシリーズ、ガチンコ、逆襲のロボ父ちゃんを担当した、三原道夫が2年ぶりに再登板し、今作では、コンセプトデザインも含む、演出、絵コンテ、原画を担当している。原画は300カット担当したと自身のツイッターで明かしており、今作では、制作に大きく関わっている。池畑隆も、 逆襲のロボ父ちゃん以来2年ぶりに再登板し、今作では、三原と共同で演出を担当している。2016年2月17日には、ゲスト声優として、俳優の安田健、女優の吉瀬美智子、そして本人役として、お笑い芸人のとにかく明るい安村が起用される、ことが発表された。ゲスト声優に、お笑い芸人が起用されるのは5年連続13作目である。 このほか、映画公開日まで出演することが明かされなかった、シークレットゲスト枠として、俳優の白崎ひとしと大和田幕が本人役で出演する。とにかく明るい安村は当初、監督の指示では、裸のむさ苦しい男たちが走ってくる図であった。しかし、コンテを担当した三原道夫が、とにかく明るい安村が走ってくる図に変更したところ、これに笑ってしまった監督は、 そのまま、ゴーサインを出して起用が決定した。その他、大和田漠や白崎と氏の本人役での登場も、スタッフの希望で決定したという。2016年1月22日放送分からは、オープニング前に、ひまわり以外の野原家の眠れないエピソードを描いた30秒ほどの、ショートストーリー、眠れないシリーズが開始された。公開前日の4月15日の放送分では、 原作25巻に収録している、もらい泣きセールスマンを元にした、ストーリー、父ちゃんが起きないだぞが、前後編で放映された。眠りと夢を見るの本作に合わせ、過去に、新之助たちが、眠りや夢で巻き起こすストーリーを集めた、DVD、クレヨン新ちゃんキットベスト熟睡。夢見るかスカベが2016年4月5日に、バンダイビジュアルより発売された。 ディスク1は眠り、ディスク2は夢でのエピソードが収録されている。映画公開と同日に、二社アクションコミックスにて、コミカライズ版が、二社ジュニア文庫にて、ノベライズ版がそれぞれ発売された。テレビシリーズで見られるミサイから拳で叩かれる、原骨シーンが劇場版でも登場した。ただし、効果音は同じだが、テレビシリーズとはデザインが異なる。 本作以降の延長先生役は、ナヤ・ロクロに代わり、二代目の森田淳平が演じている。テレビシリーズからは、双葉幼稚園のバラ組演じ、チーターが第四作、ヘンダーランドの大冒険以来20年ぶりに、セリフ付きで登場している。広志役の藤原刑事は、本作公開から約4ヶ月後の2016年8月8日に、病気療養による休業を発表し、 広志役を森川智之に交代後、2020年4月12日に、制御したため、映画シリーズとしては、本作が最後の出演作となった。このため、第1作、アクション VS ハイグレマオから登場している野原家の、キャストが揃って共演した最後の映画作品でもある。本作のプロモーションの一環として、古今東西のロボットアニメが集合する、 スーパーロボット対戦 x オウムに2016年4月の期間限定で新之助とカンタムロボが登場した。ストーリーは新之助の夢の中での出来事として新之助が乗るカンタムロボがユニットとして登場した。全国334スクリーンで上映され2016年4月16日、17日の初日2日間で動員33万7108人。 公衆4億51万9100円を上げ、初登場2位となった。平成28年熊本地震の影響で11、スクリーンが休館となったが、これは歴代最高興行収入を記録した、オラの引っ越し物語サボー展大襲撃を起こして、シリーズ過去最高の初動となった。最終興行収入は21.1億円で、前作に続き4作目となる。 工業収入20億円超えとなった。自作、襲来、宇宙人シリリの公開を記念する形で、2017年4月7日、放送分の、ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ。映画だ。3時間アニメ祭りの第2部にて、本編のオカットで、地上波発放送された。エンディングのクレジットで、ふんそりが、粉ぞりになっていた。ある日、 巨大な魚に飲み込まれる夢を見たのをきっかけに、野原一家をはじめとするカスカベ市民たちは、夢の中で巨大魚の体内にある不思議な世界、夢見ーワールドに迷い込む。その世界ではやりたいことが自由にできるということで二度目の時、市民たちは自分の夢に浸っていくが、その中で大人たちのは小さく不完全な夢で、謎の生き物によって奪われて、魚の体内に放り出されてしまう。 魚の大害は、地獄のような世界で、次々と現れる恐ろしい出来事イコール悪夢に、うなされた大人たちは、次第に元気をなくし、日が経つにつれて、子供までもが夢を奪われて悪夢ばかり見るようになってしまう。それに気づいた、野原慎之介たちカスカベ防衛隊は、原因を探るため、悪夢のせいで元気をなくした、佐藤正夫の代役として、カスカベに引っ越してきた少女。 かんにわ玉、さきを仲間に加えて、夢の中に入るも、風間ま通るが、彼女がカスカベに来てから事件が起きたことと夢の中で、見かけないことで彼女を疑い、後に原因が先の父親、カンニワダ玉夢彦であることを突き止める。夢彦は悪夢しか見られない抜きにわ玉、さきのために、人々の夢を操っては楽しい夢を奪い取り、そのパワーで抜きにわ玉、さきの悪夢を中和していた。 風間通る桜田ねね坊ちゃんも悪夢を見るようになり、サキとは高まりが生まれる中、真相した新之助は、サキの幸せのためにサキの悪夢をバクに食べさせるという作戦を考え、仲間たちを救うため、野原一家は揃って夢の中へ入っていく。抜きには玉や夢の中の人物2016年11月4日に、バンダイビジュアルから BD と DVD でリリース。 ありがとうございます。